んこんにちは、もってんです。ハンバーガー、はい、今回はですね、じゃじゃーん、スライミーグループのスクイーズウィッチーズで遊んでみたいと思います。スクイーズ、スクイーズウィッチーズ、スクイーズウィッチーズ、スクイーズウィッチーズ。はい、こちらのサプライズトイはスクイーズとスライムでハンバーガーが作れるっていうキットになってるみたいです。さあ、果たしてね、どんなキットでどんなハンバーガーができるのか、早速遊んでみましょう。はい、パッケージはこんな感じです。で、後ろを見るとパーツがね、3つぐらい入ってるのかなっていう感じ。ここがね、多分バーガーで、ここはスライムとかなのかな。なんかすごい形のバーガーだな。でね、表紙にはとっても美味しそうなハンバーガーが書いてあります。とっても美味しそうなハンバーガーが書いてあります。よし、じゃあね、早速開けてみましょう。ここからかな、ここから、せーの、おー、スライムする、おー、うー、カビてる、なにこれ。しかも想像よりバーガーが結構ちっちゃかった。なんか結構手のひらサイズぐらいのバーガーだった。ここ満パンに入ってるかと思ったらね、余裕のある空間でした。はい、でパンがね、裏表上と下のがあって、まあ、ちょっと一回出してみようかな。なんだろう、お、はい、なんかね、野菜っぽく見せれるんじゃないかなっていう感じの緑のホログラムと赤い発泡ビーズが入ってました。多分レタスっぽいやつとトマトっぽいやつだと思います。まあね、バーガーには緑と赤さえ入ってればね、彩り OK っていう感じで入れてくれてるんだと思います。で、おお、じゃじゃーん、緑のスライムが入ってました。 28.3g。 てかさ、これハンバーグ代わりってこと？え、だってみんなハンバーガーを作ろうってなった時にさ、絶対茶色い丸入れるじゃん、ハンバーグとして。これ茶色い丸とかさ、それ以前に緑のドロドロ、特殊だな。おい、なんか作り方みたいのが入ってました。ステップ1、スライムを袋から出して好きなものを混ぜよう。ステップ2、スライムを何度も折りたたんでエアポケットを作ろう。ステップ3、スライムをハンバーガーに挟もう。潰して繰り返しね、って書いてあります。なるほどね、大体わかりました。じゃあね、早速言われた通りに作っていきたいと思います。まずはじゃあスライムを出すところからかな。果たしてスライムはどんな触り心地なのか。うん、じゃあじゃあ、お、なんか結構しっかりめのスライム、うお、よしよしよし、ほら、プリ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 、袋からもね、綺麗に取れました。うお、伸びるし全然手にひっつかない。そんなに反発力もないけど、でも自由自在にね、伸びるっていうのがめちゃね、楽しいし気持ちいい。ちょっと前にね、紹介した100均スライムのベタベタに結構似てる。うお、こんな質のいいスライムだと思わなかった。うわぁ、ちょっと一瞬音フェチ。いい感じのスライム。じゃあここに好きな材料を混ぜようって書いてあるんで、まずね、基本形、これで、ね、入ってた2つを混ぜたいと思います。イエゴー、一旦これぐらいにしとく。で、発泡ビーズもプル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 、うわー、とてもハンバーを、とてもハンバーガーを作っているとは思えない光景だぜ。よし、ここで混ぜていきます。ゴー、ひゅー、うわ、あ、でもパーツの含みはね、めちゃくちゃいい。これがハンバーガーになる、ハンバーグって思うと結構気持ち悪いけどさ、クリスマスって思ったらそんなに気持ち悪くもない。うん、でもやっぱり気持ち悪い。で、ステップ2、何度も何度も折りたたんでエアーポケットを作っていきます。ほいほい、エアポテポテ作っていくよ。これね、多分潰したらパチパチパチってなる状態になってると思う。エアポケットを作って、よし、いい感じじゃないでしょうか。で、これをハンバーガーの上に乗せて、上のバンズを締めて、これで潰すって書いてある。いくよみんな、せーの、これ合ってる？何を求めてるおもちゃなんだろう。でも伸びはすごくいい。あ、わかったわかった、みんなわかったよ。このね、はみ出てくるじゃん、こうやって。このはみ出てくる様子を楽しむっていうおもちゃじゃない？これは。ほら、楽しい。まずそう。でも、せっかくだからもうちょっと具材入れようかな。よし、たっぷり入れて、ビーズも全部入れて、入るか？まずそう以外の感想が浮かんでこない。で、これを挟んで、いくぞみんな、せーの、にゅー気持ち悪い、うわー、
もう中のハンバーグがこの色っていうのもおかしいけどさ、この遊び方も謎。はい、じゃあね、ちょっと今まで動画で使ったスライムいくつかあったんで、せっかくなんでね、これらもバーガーの材料にしてみたいと思います。これならね、結構美味しそうなバーガーになるんじゃないかと思います。よし、じゃあまず一番下、チーズっぽいね、白っぽいやつ入れていこうかな。もっちな、全部入れちゃおうか。全部入れちゃおう。よし、全部入れて、うわ美味しそう、なんかモッツァレラチーズバーガーみたい。いいじゃんいいじゃん。次、青のつぶつぶ粘土スライムみたいなやつ。これガチャポンで当たったやつだね。よっと、うわ固まっちゃったかな。よいしょ。あ、下の方大丈夫だ。ちょっと上の方固まっちゃってるから、下の方だけもらって、おい、これも乗せます。うわー、すごい美味しそう。じゃあ次ピンクにしようかな。ピンク、これね、結構クラウドスライムみたいな、ほら、ほー、これ超いいスライム。ほわっとさせよう。ほわっとふわっとした方がね、ふわふわ感が出て美味しいと思うんで。よいしょ、ほんわり。そしてドン。じゃあ次、そろそろ緑いこうかな。緑を本体を乗せて、で最後黄色。黄色もね、チーズっぽい感じで。よいしょ、急げ急げ急げ。なんか雪崩が起きてきてる、雪崩が起きてきてる。待って待って待って、よし、いや、オッケー、できたできたできた。これをじゃあサンドしていきます。いくよ、みんな、せーの、ドゥー。やばい、もう何がなんだか、グログロ注意バーガーで、これは何回もやって遊んでねって書いてあったから、もう一回できるはず。もう一回こうやってやって、キエオエキエオエ、もう一回、みんな、せーの、せーの。なんか溶けてきた、なんか変な化学反応起きてめっちゃめちゃになったんだけど、これもうハンバーガーから取れない。うわー、まあさ、原宿バーガー、原宿バーガーだと思ったら、ほら、こういうのもありそうじゃないね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。もうね、最初の方はスライムで遊べるハンバーガーっていう感じでね、すごい楽しかったんですけど、いろんなスライムを混ぜたらね、結構大変なことになってしまいました。まあね、でもこのおもちゃじゃなくてもスライムで食べ物を作るっていうのはね、結構面白いので、皆さんもよかったらやってみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ポチ、グッドボタンポチ、よろしくお願いします。それではじゃあねー。てかこれ、スクイーズウィッチーズとか言ってね、全然スクイーズじゃなかった。